クリスチャン10世はデンマーク国王、アイスランド国王。1870年にコペンハーゲン近くのシャルロッテンボー城で生まれた。1912年にデンマーク国王に即位し、1918年から1944年の間はアイスランド国王も兼ねた。1920年4月、クリスチャン10世はイースター危機を先導した。すぐに国王と内閣の間で、 シュレスビヒのデンマーク再統一に対して対立が起こった。この地は旧デンマーク領であり、第二次シュレスビヒ戦争でプロイセンに奪われたのである。元来シュレスビヒに住むデンジン問題は長らく存在していたが、第一次世界大戦におけるドイツ帝国の敗北はこの問題の解決の糸口を作った。ベルサイユ条約の規定のよればシュレスビヒは日地区で、 住民投票で帰属を決定することになっていた。ドイツ系の住民が多数派を占める南シュレスビヒでは、住民投票そのものが行われず、戦後もドイツの一部であると定められた。北シュレスビヒでは75%の住民がデンマークとの再統一を支持し、ドイツ残留を支持したのは25%であった。中シュレスビヒでは逆に80%がドイツへ残る。 ことを希望し、デンマークへ再統合を求めるのはわずか20%しかいなかった。選挙結果を受けた、カール・テオドール・ツアーレ首相は、北シュレスビヒの再統合を決定。中シュレスビヒに関しては引き続き、ドイツの領有を認めた。しかし多くのデンマークの民族主義者は投票の結果を考えなしに、中シュレスビヒもデンマークに回帰されるべきだと信じており、 また長年苦しめられてきていたドイツを弱体化させることを望んでいた。クリスチャン10世はこの考えに賛同し、首相に中種レスビヒもデンマークに統合するよう命じた。けれども1901年の先の危機以来、デンマークは立憲君主制であったので、ザーレ首相は王命には従う義務はないと判断。結局彼はクリスチャン10世との激論の末、国王を無視して来た。 シュレスビヒのみの返入を実行した後、数日後に自分が首相を辞任することで決着をつけようとした。だが起こった、クリスチャン10世は残った内閣を罷免、そして代わりに保守派の内閣を任命して中シュレスビヒの脱会を目指そうとした。しかし、この内閣の罷免は猛烈なデモを引き起こし、あわや革命のような雰囲気を誘発することになり、 王政廃止論すら公然と言われるようになってしまった。やむを得ず、クリスチャン十世は、社会民主主義者との交渉を行った。結局国王が妥協して保守派の内閣を罷免、選挙が行われるまで妥協的な内閣を任命して、事態の収拾を図ることを余儀なくされた。その後国王の権限は大幅に削減され、クリスチャン十世は、象徴的な国家元首とされることとなった。 なお、この行動は、デンマーク国王が議会の承認を得なかった最後の政治行動とされている。やがて第二次世界大戦が勃発すると、ナチスドイツによってデンマークは軍事占領されることになる。しかし、アドルフ・ヒトラーはデンマークを同じゲルマン民族の国家と見ていたため、デンマーク政府と共に、クリスチャン10世はコッペンハーゲンに泊まることを許された。しかし、 クリスチャン10世は依然としてデンマーク国民の独立の象徴となっており、それだけでなく彼はドイツに対して様々な有形無形の抵抗を示した。これはノルウェーからイギリスへ亡命し、外から大読抗戦を国民に呼びかけた弟方根7世とは対照的である。彼の公式の演説はしばしば政府の占領軍への妥協から規模を縮小されたものの、逆に、 クリスチャン10世の抵抗を具体化させ、デンマーク国民の反独感情を煽る結果となった。彼は高齢にもかかわらず、毎日馬上の人となり町を往来した。馬邸の随行はなく、衛兵一人がついただけであった。1942年に落馬した後は、クリスチャン10世の健康状態は悪化し、病床に着くようになった。1947年に死去し、 過去のデンマーク王族と同様に、ロスキレ大聖堂に埋葬された。民主主義の成長期にあって、王家の威厳と権力の重要性を強調する、権威主義者、統治者的傾向があったために、クリスチャン十世は、必ずしも、大衆の人気を得ていたわけではなかったようである。しかしながら、二つの世界大戦にわたる知性と、デンマークの民族主義及びナチスドイツ支配への、 レジスタンス運動の英雄的象徴として果たした役割により近代以降のデンマーク君主の中でも最も敬愛される国王の一人となった。また身長199センチメートルの長身であり歴代の国王のうち身長が測られたものでは最も背が高い。1898年にメクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世と大公妃 アナスタシアの娘であるアレクサンドリーネと結婚し、に何を設けた。第二次世界大戦の間、クリスチャンは毎日コペンハーゲン市街駅場で繰り出し、デンマークの王権の象徴となった。この写真は1940年の彼の誕生日に撮影されたもの。1980年代の初めにインターナショナルヘラルドトリビューンがダビデの星のついた服を着る。 馬上のクリスチャン十世の写真を戦時下で印象的な写真としてフルページの広告に取り上げた。これは国王がユダヤ人を助けるサインと占領中にナチスの迫害に苦しむユダヤ人との連帯のシンボルであったことを指摘する有名な話である。だがデンマークではユダヤ人はダビデの星をつけることを強制されなかったので、この サポートの出所は怪しいものとなっている。他に、クリスチャン10世が占領中に王宮となっていた、クリスチャンス傍上に、ナチスの旗が翻っていたのを撤去させたという話がある。国王宮に、ドイツ国旗が掲げられているのを嫌った、クリスチャン10世は、ドイツの将軍を呼び、彼に旗の撤去を命じた。将軍がそれを拒むと国王は、デンマークの兵が一人で、 旗を撤去しに行くでしょうと言った。将軍が、そのような兵は、撃つといえば国王は、それはできますまい。そのデンマーク兵は私だからと言ってのけた。やむを得ず将軍は直ちに旗の撤去を命じた。武田達夫、嵐の中の北欧 P267 では、旗はデンマーク国旗であり、それを降ろさせようとしたドイツの将軍に対し国王が抗議し、最後に、 私がその兵士になろうと言ったという話になっている。1942年にアドルフ・ヒトラーがクリスチャンの72歳の誕生日を祝して長い伝報を打った時、クリスチャン10世はそれの返礼としてわずかに一行、どうもありがとう。国王クリスチャンとのみ返礼した。クリスチャン10世に昭和化にされたヒトラーは激怒し、すぐに在庫ペンハーゲンの大使を召喚して在ドイツの デンマークの大使を追放した。ヒトラーの怒りはそれにとどまらずウィルヘルムブールが主犯となっていたデンマーク内閣を更迭して一層親独的なエリクス・カンウェニウスを新たな内閣の主犯として据えた。デンマーク人にとってドイツ占領に対しての愛国主義と無言の抵抗の表明の手段として国旗と国王の紋章をいただいた四角のボタンのついた服を着ることが行われた。 このことは現在でもデンマーク王立市場が取り入れている。ありがとうございます。